愛玉子は、クワカイチジク属のツル性植物。その果実から作られる、ゼリーのデザートを、王行地という。マナタマゴという名の由来は、台湾通史の農業史に記載があり、身を、水の中でもみ出すと固まる性質を発見した人が、マナ娘の名、マナガマにちなんでつけたものとされている。マナタマゴの果実を裏返し乾燥させた状態。外側に見えるのは種子。 台湾北部の山間地に自生する。その果実より、寒天状のデザートが作られるところから、寒天イタビの和名を持つ。台湾固有の植物であり、台湾にのみ自生し、栽培される。マナタマゴは日本を含む東アジアに自生する大イタビの一変種で、他の一軸属の植物と同様、花脳と呼ばれる、脳状態の中に花をつける。イタビカズラ類は、 私有異種で、メカブの花脳内の目花が強制する、一軸小鉢類によって受粉すると、内部に多数の微細な果実を含んだ、花脳と呼ばれる、脳状態に成熟する。一軸の場合、熟した、花脳は、全体が柔らかく熟し、食べられるようになるが、マナ卵や大いたびは、脳状態の壁が硬くなり、熟すと酒、ペクチンを多く含むジャムのような物質に埋まった。 ゴマの種子に似た微細な果実の塊を露出する。このジャムのような果実の塊は甘く、そのままでも食べられるが、この可能を裏返して取り出した、ゴマ粒ほどの大きさの種子を乾燥して保存し、マナダマヒョウの材料に用いる。マナダマヒョウマナ卵のデザートアイタマ卵は、植物の中でもとりわけペクチンの含有量が多いため、寒天などのように加熱することなく、 固まる珍しい特質がある。乾燥した一つ紙の種子を布袋に入れて、水の中で10分程度揉んでいると、果実をくるむペクチン質の部分が溶け出て、水を吸ったゲル状に防潤し、弾力性が出てくる。それを2時間ほど放置すれば、常温で寒天状のまな卵ゼリーができる。用いる水に、 適度のカルシウムが含まれていなければ凝固しないため、蒸留水や軟水では作れない。また油分によっても凝固が妨げられる。通常は氷水や冷蔵庫で冷やして食べる。マナタマゴゼリーそのものには際立った味や強い甘みがなく、一般的にはレモンシロップなど甘みのあるシロップをかけて提供される。台湾の夏の風物詩で、屋台やデザート店。 レストランなどを幅広い場所で食べることができる。タピオカティーを販売するドリンクスタンドではマナタマゴゼリー入りの飲み物が定番商品として販売されている。東京都台東区上野桜木にもマナタマゴという専門店がある。台東区上野桜木にある大行地の専門店、マナタマゴ。ありがとうございます。